どうもどうも、こんばんは。いかがお過ごしですか。前回のエレベーターはね、合ってまして、その後、今ね、こんな感じでですね、写メを見せながら、この電車に乗りたい、この駅に行きたいというわがままを、お姉様たちにしてですね、なんとかね、今一緒に行きましょうというところで連れてってもらっている状況でございます。まあ、上にね、これ今出てくると思うんですけど、看板がございまして、ここにね、地下鉄の色が表示されているので、この色通りに進めばね、大丈夫じゃないかなと思うんですけど、意外にね、実は私ね、地下鉄音痴で電車苦手なんですよ。日本はね、まだなんとかなるんですけど、一回マドリードでね、とんでもないことになってしまったので、地下鉄はね、本当気をつけてるんですけど、お姉様方こうやってね、一生懸命教えてくれてね、一緒に行っておりますので、なんとかね、SIM がなくてもこうやって聞きながら行けば大丈夫ですよというところでね、皆様と共有させていただければ幸いでございます。香港佐田競馬場にはですね、多分皆様来る機会がないかもしれませんけど、競馬ファンの皆様はね、来る可能性十分あるんじゃないかなと思います。弾丸で、羽田発のですね、始発で飛んで、競馬見て、その後帰るということもできますから、ぜひね、1回でも来ていただいて、バックパックでね、来れば非常に楽ですから、いいんじゃないかなと思います。そしてですね、この後無料で入れるね、方法もお教えいたしますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけましたら幸いでございます。香港エクスプレスの飛行機もそうですけど、やっぱね、中国系の方なんで、お客さんがね、わがままなんですよ。だけど結構若いね、CA さんたちみんな対応素晴らしくてですね、ちょっと日本ではありえない対応だなというところ。そして、今もね、こうやって非常に親切に教えてくれてますから、香港の方、私見直しました。非常に優しくてね、本当にいい方が多いので、本当助かりました。日本に来た時にですね、ぜひ香港の方、私が、フォローさせていただきますので、よろしくお願いしたいなと思っております。多分ね、お二人もそんなに詳しくは実はなかったのかなと今振り返ると思うんですけど、チョンギンマンションといえば普通ね、地元の方だったらすぐ分かるかなと思うんですけど、ちょっとピンとこなかったみたいで、で電車でどこで降りるのかなとかっていうのをね、いろいろ調べてくれて、でこっちに行こう、こっちに行こうという風な感じでね、案内してくれて、でやっぱ何本かね、色が分かれて複々付箋みたいな感じで線があるのでね、その線がどこなのか私にはもうちんぷんかんぷんなので、もう彼女たちにおんぶに抱っこというところで、連れてっていただいております。こんな素敵な物語でございます。今回はでもやっぱね、たまには初めての場所はいいですね。脳が活性化しますね。めちゃめちゃ頭が回っておりますので、非常にクリアです。こうやってる時に何か落としちゃいけないとかね、パスポートがどっか行っちゃいけないとかね、いろいろ考えながら、いろいろね、動いておりますので、慣れちゃってるとね、そういうのがやっぱ抜けちゃいますんでね、やっぱタイだとね、安心感はあるんですけど、たまには皆さんもね、初めての場所で、一人でね、困ってみるのも楽しいんじゃないかなと思います。頭の体操には抜群にですね、ここはダメだと言ってました。この電車ではございませんということで、この先行けというところでしたね。いやでもね、本当助かりました。これ私絶対ね、迷ってると思う。これだけ線があるとね、さすがに迷っちゃう。で最終的にこの赤いね、左側に右側にも見えますよね、赤い電車に乗るんですけど、赤い電車地下に降りるんですね。でそのあたりもね、なんか行き過ぎてからまた戻ったりとか、多分ね、一人だったらしちゃうと思うので、もう彼女もね、違う電車に乗るんですけど、ギリギリまでね、案内してくれまして、であそこのね、場所で降りるんだよ、下に降りるんだよ、ダウンするんだよってね、本当に優しく丁寧に教えていただきまして、でお別れしました。ありがとうございました。あとね、香港は本当ね、天気が変わりやすいというか、もう僕がいた時はもうずっと降ったりやんだりだったので、ですね、今回は屋久島に来てた時のね、登山用のジャンバーを持ってましたから、それを着ながら行っておりますので、まあ、大体撥水するからね、それか頭の中にかぶってしまえば大丈夫だと思うので、そういった雨対策をちょっとされてね、競馬場なんかも雨が降ると思いますので、気をつけていただければと思います。そして彼女とお別れして、ここからね、降りていきますので、まあ、始発なんでね、左右間違えることはないと思うんですけどね、たまにね、僕バンコクでね、間違え
ちゃうことあるので逆乗っていっちゃうこともあるので、ここだけはね、大丈夫かなと思いましたけど、始発なので大丈夫でございますのでよろしくお願いしたいと思います。それでね、このね、上に書いてある、これありますよね、これがね非常に便利なんですよ。ちゃんとね、あの矢印でよく分かりやすくなってるので、これはね、なんかタイとか日本よりも、便利だなと思いながら、私はねじーっと見ながら、2駅なんですけどね、見ておりました。電車も全然危険な感じはないですから、安心してお乗りいただけると思います。まあほとんどね日本の電車と変わりないんじゃないかなと思いますけど、ただあんまり混んでる時はね日本も同じかと思いますので、そこはねお気をつけいただければと思います。ということで、なんとなくここだろうというところに到着。一旦ここで荷物の整理をしたいと思っております。あとは、オクトパスカードがね72時間無料ということを祈ってですね、ここでピッとやって、出れれば、あとはもうね歩いていくだけなので、まあ駅からね、チョンギンマンションは、近いのでね、ここで一回チャージしようかなと一瞬思ったんですけど、まあ無料だしなというところでね一旦あれしました。で競馬場もね、あのオクトパスカードでも入れるそうなので、まあ、とにかくもうオクトパスカードにお金入れとかないとという感覚でね、あのタイでいうラビットカードみたいなイメージで使おうかなとは思ってるんですけど、ただねなるべくね香港ドルには変えたくないなというのがありまして、1万円札は絶対に使わないという今回の目的でね動いておりますので、なるだけ1000円札で行こうと思ってます。ここもね普通にクレジットカードの精算機でございますので、まあ、長期滞在を、ね、される皆様は別としても、短期で動かれる皆様はとにかく円安の影響との物価が高いので、なるべく、ね、そのあたりをイメージしながらお金を使われた方がいいんじゃないかなと思います。本当ね円のバカ野郎ですね、政治家の懐にお金を入れるんではなくて、消費者それからね納税者に、還元すべきだろうというところ、あんな50億もね、懐に入れてるどっかの大臣もいましたけど、自分が引退して3なんですか今度出すようですけどね、やめてほしいですね。もう政権交代してください。よろしくお願いいたします。海外に行くとね本当にそう思いますよ。まあ愚痴はねそれぐらいにして、チョンギンマンションの中を入ってきましたので皆様と一緒にご覧いただければと思います。これねみんなねエレベーター待ちなんですよ。だからねエレベーターはこんな状況なので、多分ねもう僕はねこの時間はもうね降りてからまだどうのこうのっていうのはしたくないなと思ったので、実は日本からねおにぎりを何個か持ってきててまだ残りがあるので、もう今日はそれで済ましてしまおうというところ。お水もね一応ホステルにもありましたけど、まだ僕もね1本ありましたので、ちょっと多めにね持って入るといいんじゃないかなと思いますので、よかったら参考にしていただきましたら幸いでございます。この時間帯のこの場所がねどれぐらいのレベルで、やばいかというところは、まあ、僕もウォーキングストリートの、ね、深夜徘徊してますので、人の目を見ればなんとなく分かります。まだこの時間帯は、ね、大丈夫だと思います。ね、ラリってるような方もいないですし、本当に、ね、悪そうな方もいなさそうですので、まあ、この辺で、ね、ちょっと軽食を食べてもいいかもしれませんけどね、まあ、あとお腹の具合が皆さん、ね、強いか弱いかというところで判断していただければと思います。まあ、ハラル料理が多いので、まあ、大丈夫かなと思うんですけどね、あんまり辛いの食べると、ね、またお腹壊しちゃうと、なかなかこの後も、ね、大変な、トイレ事情もありますから、そのあたりも配慮しながらですね、この生活1日ですけどね、私はね、皆さんは何日か過ごされてもいいんじゃないかと思います。どこ行ってもこんな感じで、行混んでます。この動画はですねちょっと長めにチョンギンマンションの、この地下の様子 とエレベーターにね実際に乗る様子なんかも見ていただければと思っておりますので、ぜひもしよかったらね早送り2倍速で見ていただければ、8分で見終わりますと思いますので、引き続きご覧いただけましたら幸いです。こんな感じでね、なぜかこのマンションは、まあ、ネットとか見ればもう、ね、書いてありますけど、本当ねインド系の方が多いですよね。ただねやっぱ香港ってすごいですよね。あのちっちゃな島国というか、まあ、大陸ではあるんでしょうけど、あの本当ねあのちっちゃいエリアでなぜこんなに巨万の富を得られるのかというね、本当に頭のいい方がねたくさん住んでいらっしゃって、でそこにまたね、やってくるこういった頭のいいねあのインド系の方、それからアラブ系の方とかね、いろんな国の方が来ますので、本当にね、素晴らしい素敵な国、
香港、そんなイメージを私の中では思っております。次回はね、もうこのチョンギンマンションには泊まることはないと思うんですけど、僕の中ではね、一回来てみたいというところね、好奇心でしたので、バックパッカーの聖地と言われるこの場所、さてどんなもんなんでしょう、ご覧いただければと思います。天だ天このホテルもね、このお兄さんがまたキーパーソンになってくれて、どこから入るんだかよくわからない状態でうろうろしていたらですね、ここに多分泊まられてる方で、向こうだよというふうに教えてくれて、とてもやっぱ親切でですね、結果的にこれはね、開けてくれてですね、中に入ってもらって、で従業員のね、お部屋を、探してくれたりね、いろいろやってくれてですね、やっと、確認が取れましたので、彼にもね、本当感謝ですね。彼も香港の方だと思います。本当素晴らしい方ですね。いやね、彼がいなかったらね、この右なんだか左なんだかもよく分かんなかったし、本当ね、助かりましたよ。でここのね、部屋を叩いてくれたりとかいろいろやってくれて、で、まあ、結果的に出てきてくれたんでね、チェックインができたというところで、まあでもそれでもね、もうお姉さん寝てましたから、所要時間ここまで、まあ、10分ぐらいではね、できたんじゃないかなと思いますので、深夜にね、到着でも一応大丈夫だというふうに返事が来てるところでしたから、24時間対応というところなので、まあ、皆さんもね、やってみていただければ、来ていただいても大丈夫かなと思います。ただね、アゴダだとだいぶリニューアルしている部屋をね、写真に出してまして、実際の部屋はね、非常に汚い部屋で、不思議な虫がいっぱいいましたので、そこだけは気をつけてお泊まりいただければと思います。この辺がね、チョンギンマンションが苦手な方は外のマンションじゃないや外のホテルに泊まればね、綺麗なホテル3番も出せば1泊泊まれますから、ハイアット系だったら10万ぐらいはね、かかると思いますので、泊まってみていただければ幸いでございます。ハロー、チェックインプリーズ。ハロー、チェックイン。ここでね、ホテルの方がやっと出てくれましたので、なんとか、無事にチェックインができました。パスポートは預けません。それからお金もね、デポジットも預けませんでしたので、写真をパシャリというところだけで、本人も私のちゃんと名前で持ってましたから、その確認が取れたので、特に問題はなかったですからね。必ず初めてのところはね、予約確認書、そして予約ナンバーが分かるものを持って、入られるといいんじゃないかなと思います。これを怠りますと入れない時もありますから、お気をつけてください。特にアゴダ系とかね、海外系は厳しいです。ということで、汚いですけど、こちらが今回のお部屋になります。6000ぐらいしましたよ、このホテルでも。全然アゴダの出てるのと内容が違いましたけど、まあ一泊だけだからいいかなっていうとこですね。ちょっとこれからシャワー浴びていきます。一応エアコンはね、動いてますよ。だから蚊がいるからね、ちょっと蚊は後でやっつけないといけない。シャワールームとトイレは公共なので、ちょっと見てみましょう。でこっちがね、お風呂兼シャワー兼2箇所あるのかな、トイレみたいな感じですね。いやー、今ね、起きました。暑いのと虫が多くて体が痒いです。ここは
早く撤退して、トイレもね行ったんだけど、とても汚いです。今何時だろうか、今ね朝5時です。まだ3時間ぐらいしかうとうと寝てないですけど、ここにいると厳しいです早くタイに行きたいけどしょうがないね。ちょっと競馬だけ見てから行きましょう。もう少しリーガルを取るべきでした。チャレンジがしてみました。